はい、そうか、もっとそう振ると思って健康チェックのお手伝いにしてください。あります、渡しました、渡しました、はい、結構走るようになってくると、たぶん餌はあれですかね、あのセレクションでしたっけ、はいはい、あれに変えたからですかね。あ、食べてるのじゃ僕かな、僕です。ハムスターセレクション来ないんだろう。とはまあいつものスクモチのこういう。ああ。でもこう天量少なくして、これこれ。こっちのチあのペレット。そう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 。体重が動く子はさ、はい、1日1回測りましょう。あ、はい、この、ここの間がね、うん、多分20、19、18、18、どうなってるか分かんないんだけど、うん、で、うんちは、そうか、これもね、ごめんなさい、ね、もう1個だけ動かしてください。そうすると見やすい。あ、ごめんなさい、はい、はい、1日1回ね、はい、そうすると47とか18とか、はい、まあ、54とか、まだそうすると大体42から58ぐらいなんでね、まあ正常です、数的には。うんちは食べませんか、この子。いや、食べてる時もありますね。だからプラスアルファ食べてるわけじゃないですか。はい、で環境温度が25から、あ、25じゃない、これはどの時間帯の温度？昼ですね。お昼、はい、たまに野菜しが欲しい。あ、わかります。温度差が知りたいんですよ。あ、温度はもう今度こそ毎日なくてもいいですよ。うん、あの、はい、要はすっごい天気がいい日と曇った日ですよね。まあ、曇った日はそう温度差ないけど、うん、めっちゃ天気がいいと、こう、なんだっけ、高海冷却現象。昼間暖かいと次の日の朝結構冷えますもんね。そうですね。はい、それだと湿度もね、はい、乾燥してくるから、ね、これからね。だから40切るんだったら人間にもいいから、うん、あの加湿器を。だから加湿器も、あの出っ放しの加湿器よりもあの調節してくれるやつ、超音波式っていう。あ、うん、だけど湿度になったら止まるやつがいいですね。それからまあちょこちょこ出っ放しでやったらちょこちょこ湿度を気にしながらね、もう60個したら切っちゃわないとカビが入っちゃう。脱毛は中の方なんだよね。まあこの子元がちょっと貯金があるからさ、体重に、うん、まあ、ちょっとぐらい減っても悪くないんだけど、ね、結構走るようになってるような気がして。そうなんだ。6時間とか余裕で走ってる、ずっとじゃないですけど。6時間トータルしたら、トータルっていうかなんていうの、あの回し車で。そうです、6時間の間にずっと走って、うん、すいません、ちょっとごめんなさい。そうするとさ、今飲んでるお薬がさ、はい、B の薬が消炎鎮痛剤だからさ、はい、例えば消炎鎮痛剤で関節がどこか痛いとかさ、そういうのがあると痛みが消してくれますよね。そういうのは何歳だっけ、ここ1歳になりました。1歳になったとか、どっかそういうのがあったのかもしれないし、この子でもともと痒がってないんだよね。そうなんだ、痒みあるとおっしゃってました。痒がってるようには見える、この後ろの方とかが、ね、でも私から言わせるとまだ薄いからさ、十分。最初よりはマシだったんですけどね。最初よりはマシかなとは思うけど、まだ十分なんか薄いような気がするから、ちょっと治療しますね。抗生照射療法、70で。同じ60だから、ちょっと取ってあげます。この子出てきちゃうからさ、ちょっと気をつけてくださいね。はい、すいません。70
70の連続1分、まあ全体だけど特に背中で薬はさ、はい、A の薬は何回飲めてます？4回飲めます。はい、あれ B が1回ね。はい、そうです。その感じで飲ませてくださいね。はい、いいよ、すごい余裕だね。でね、A の薬にね、もう一種類足します。はい、T4、チラージ、甲状腺ホルモンが絡んでる気がすごいするんですよね、こういう脱毛のこと、今までの経験上。そうすると、もしそれが絡んでたら4週から6週で結構変えてくるんですよ。で、まあ6週飲んでも変わらんかったら、もうそれは外れだからもう外します。もう治療的診断しかやりようがないんでね。T4 プラス T4 を、150マイクログラム、あの一瓶にチラージンを、チラージンという甲状腺ホルモンをね、150マイクロミリグラムって言ってもすごい分かりにくいと思うんだけど、はい、あのちょっとさ、チラージン持ってきて、実物。うんち食べてる。もうこれ。いやいやいや。もう一回。ビビるとめっちゃうんち出すんですよね。そう、興奮しちゃうからさ、出ちゃう。それはまあ正常ですよ。チラジの箱を出すんですよ。この子。これ一個なんだろう。一個半。脳酢が見たかったんだけど。脳酢がないのこれ。ないか。新しいやつは。まあ、要はね、これ、チラージンっていうね、人間の甲状腺機能低下症の薬。だから人間だったら、まあ、その人によって違うんだけど、あの1日5個飲むとか10個飲むとかね、あの1個でいいとかね、その人によって違うとは思うんだけど、それです。それで、まあ、ちょっとこの子の、あの、適量をやってあげたいと思います。これはね、一時ね、入ってこなかったんですよ、あの、なんだっけ。東日本だ。そうそうそう。あそこだけだって日本でこれ作ってた。そうなんですね。そうなんですよ。それまでは知らなかったんですけど、しばらく入ってこないから、でな、まあ在庫があったからね、よかったけど。人間だったら1日225から400を1日1回。はいはいはい、だから今25だともう4分の1でね。多くて400か。ごめんなさい、うん、人間だとそのくらい、4分の1から4個の間で、そのうち、あの 1.5 だから 1個半から150マイクロ、結構な量です。 だけどあれってさ、75回分に相当するんで。ああ、なるほどなるほど。はいはい、入れといてな。食べ、はい、手作りしよう。T4 が入るからちょっと4回飲ませるとしんどいか。じゃあ、 A の薬にすいません、はい、3回にしてください。はい、わかりました。はい、 B は1日1回、はい、はい、それで飲ませながら行こうか。はい、それからまあひまわりはもらってるの、今まで。あ、あげてます。あげてます。はい、10月今月で1歳なんだもんね。そうです。でね、あとひまわりはそうやらないようにするでしょ。うん、1日1、2ぐらいですね。そう、それぐらいにしておいてください。うん、ナッツ類もね、そうです、制限して、多分1年半過ぎたらね、やっていいです。え、そういうものなんですか。うん、1年半過ぎても深夜なんです。うん、そうです、ね、そうすると痩せてきちゃうんですよ。あ、だから痩せてかんように。それからあと、ね、1年半過ぎると結構心臓病とかなんか多いんですよ。 あの、この時ね、今回キンクマゴールデン、そこら辺の子たち、まあ、ジャンガリアもそうだけど、心臓連続の時に超空洞が多いと。心臓病の人ってね、めちゃ太ってる、ちょっと太ってる、中肉中背やってる、この4つの病気分けするとさ、ちょっと大気だってことですよ、人間。まず人間で中肉中でちょっと太ってる、めちゃ太ってる、痩せてる、どこでもいいですよ。めちゃめちゃ太ってる、2番目は太ったかも。え、こういう、いや、痩せてる人どうなんでしょう。痩せてる人も、え、どうなんでしょうね。あのね、一般的に考えるとね、中肉中背がいいような気がしてさ、その次がちょっと太ってるで、うん、まあ、すげえ痩せてるで、めちゃめちゃ太ってると過ぎただというのが一般的な考え方だと思うんですよね。で、2000年代過ぎてからアメリカでデータ取ったんですよ、心臓病の人。薬飲んでる飲んでないは、まあ、その人の症状で違うけど、一番長生きのグループはちょっと太ってるだって。そうなんだ。ちょっと太ってる。で、2番目に長生きなのはね、なんとですね、
めちゃくちゃ太ってる。で3番目が中肉中背。痩せてる人が一番長生きできない。というデータが出てた。結構ショッキングなデータで、本当かとかいう話が結構出たんですよ。で、じゃあ動物たち、心臓病のワンちゃんも猫ちゃんもさ、ハムスターもいるじゃないですか。で、そういう子たち、まあ、ハムスターではデータ取られてないんだけど、ワンちゃんでは心臓病 のワンちゃんの専門医の先生が見えるからデータを取ったんですよ、一緒だと。それまではさ、めちゃくちゃ太っててちょっと心臓病がありそうな子はね、痩せさせましょうってすごい言ってたんですよ。だけど逆効果なんですよ。だからも最近はさ、かえって太らせましょう。あ、なるほど。めちゃくちゃ太るとね、関節とかに負担とか、そうすれば変形性骨関節症が起きるから不利なんだけど、だからちょっと太っていい。だから1年半過ぎたら痩せてかんようにちょっと脂肪の多いもの、あとタンパク質をやった方がいい。だから脂肪の多いものはひまわりナッツ系ですよね。でタンパク質系は例えば豆とかね、お豆腐とかね、だから それこそ卵の白身とか、からだね、ささみとかね、ちょっとですよ。もちろん全部ちょっとですよ。ちょっとやった方がいいし、だから今から取り入れてほしい野菜もありましてね。野菜は食べたいんですね。たまにキャベツ食べたい。でね、野菜もね、ちょっとここに書いてみますけど、筋肉を作る野菜ってあるんですよ。人参、あ、ブロッコリー、あ、ブロッコリーも、はい、それからかぼちゃ、あ、かぼちゃの、はい、あ、椎茸、まあ、この中の食べるものね、はい、でもやってもさ、1日に 1-2g ですよ。何でも、何でもちょっと、だから人間がこういうものをもし食べる時があったら、味がついてないのをほんのちょこっとやるのは、これはあの BCA っていうアミノ酸が入ってて、筋トレする人がさ、サプリ飲むじゃないですか、あの、タンプロテインの、はい、あん中って、あの BCA ってアミノ酸が入ってるから、それ飲んで運動すると、だからめっちゃ走ってるとおっしゃったから、こういうのをちょろっと食べてめっちゃ走ると、筋肉が、脂肪が飛んで筋肉がつきやすい。生のまんまでいいんですか？生のまんまでも湯がいても、あ、うちでもいい。この辺なんて湯がくと甘いからさ、めっちゃ食べるかなと思います。あ、逆にその方がいい、うん、で、湯がいたり、そういった調理し、ね、やったやつは2時間ぐらいで下げておいた方がいいですね。しっとりとくって痛みますしね。それは意識持ってやってください。どっちでも寿命が短いんで、ね、まだ1歳で若いとはいうものの、ね、もう1年半でシニアなんで、そう、寿命ってご存知です？2、3年なの。だから楽に長生きしてほしいんで、ということです、はい。じゃあこの子はお話が長くなっちゃったけど、そういうで A はじゃ あのごめんなさいね、3回に落としてください。はい、実は甲状腺ホルモンが入ってるんで。わかりました。はい。じゃあ失礼します。はい。うんち全部でこれで7個目です。7個目。はい。じゃあプラス7個、ここに7個書いてみます。はい。あ、それとこの健康チェック表、今日また出しますけど、あ、なんかキャンパスノートでもいいって言われて、そうそうそう、こっちに書きましょうか。こちらにしてください。じゃあ、あの、それぞれ、まあ、一冊で、で、うん、その方が、あの、なくさないし、そうです、私がよくわかると思うから。あ、これ飛ばしていいですか？はい、いいですよ。リッチスター。